どうも、誘惑の堀です。さあ、というわけでですね、今回結構久々な、職人紹介動画になります。今回はね、男性職人富野さんに来てもらいました。よろしくお願いします。お願いします。今回富野さんのいろいろね、探っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではね、ちょっといろいろとインタビューしていきたいと思うんですけども、まず富野さん、誘惑に入る前、どういった仕事をしていたかということと、誘惑に何で入ったかのきっかけをちょっと教えていただきたいんですけど。まあ、元洋服が好きで、まあ、高校生の時とかに古着をこうリメイクとかしてて、将来はそのまあデザイナーとかなりたいなと思ったんですけど、でもデザイナーってすごいいろんなことしなきゃいけないんですよ。映画監督みたいな全部責任デザイナーによるので、それちょっと自分向いてないなって思って、なんかこだわりが全部通したいと思ってて、もともと靴が好きだったんで、で革靴の職人の世界を知って、ものづくりだし洋服も好きだしということで、靴職人を目指したんですよ、20歳ぐらいの時に。雑誌でちょっとフランスの靴見て、職人っていうのがあるんだって目指して、そこから靴の学校に行って1年、でそこからミシンの仕事をしたり、オーダーメイドの靴の会社に7年ぐらい勤めて、もうそこで靴とか足とかの構造とかをいろいろ学んでやってましたね。もう靴を作る仕事ですね。でそこの中でその靴を染める、あのパティーネっていう、ちょっと独学で勉強して、で靴を染めて、ね、結構楽しくて、コロナの影響でその靴の会社がちょっと、あのお客さんが途絶え始めたというか、まあそうなってきて、まあ、どこもそうだと思うんですけど、まあ、仕事をちょっと転職しようかなと思って探した時に、そこで油白を知って、すごい染めをやってるなと思って、グラデーションが俺やってたんですけど、そのだから靴染めるの、全然そんなグラデーション難しいんですよ。すっごいグラデーションだなと思って応募しました。そうやってたからこそね、また僕とは違う見え方というかね、ありますよね。これはこのグラデーションの出方すげえなと思って、ちょっと勉強したいなと思って、なるほど。靴を作ってた以外にもね、前の会社にいた時にこういう作品も作られてたんですもんね。そうですね、そのやっぱ前の会社は足に合わせるために、その靴型にいろいろ合わせて貼ってって、足の寸法をお客さんに合わせていくっていうので、毎日毎日この靴とかこの靴型を見てるうちに、靴型はすごい造形的なんですよ。いろんな形があって、いろんな足があって、外反母趾の人だったり、すごいいろんな形見てるうちに、靴型は足に合わせなくちゃいけなくて、その形としてその枠ができちゃったんですよ。確かにね、絶対人が履くものですからね。そうですね、だから絶対決まってるんですけど、もっとこう自由というか、もっとその先がこうどん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 自由に自由にやりたくてやり始めたっていう感じですね。なんかもったいなくて、その世の中の靴職人たちはもっとなんか器用だぞっていうところをちょっと思って、そう、なるほどね、もっと思う気持ちがあったんですよ。それが形になったって感じです。これどういうイメージでこれ作ったんですか？これ全部こう足の意味があるんですよね。これ左足なんですけど、足ってまあこれちょっとオーバーに全部表現してるんですけど、内側のが下側っていうか、まあ、で、外側っていうんですけど、がこう後ろになってるんですよね、どっちかというと。で足、この足の一番幅のあるところも、内側がこっち側で、この外側がこうなってるんですよね。甲はこっちが高い、こっちの向きに高いんですよ。こっちは低いっていうのが全部あって、それを誇張して、なるほどね、で流線美を求めて、まあ遊んでるというか表現してるっていう感じですね。だから全部そう、あの意味がある、意味あるんですね。でこれは小指ですね。あ、そういうことなんですね。そう、小指みたいな感じですね。でこれは油白入ってから作られたんですもんね。そうですね、これはもうどんどん複雑になっていったんです。同じの作るのは飽きちゃうので、
攻めて、はいはい、攻めまくった結果が、ね、今こんな感じ、ここまで攻めてるって感じ。いや面白いですね、すごいですねこれ。部屋を真っ暗にして光を当てると一番あの分かるんです。あ、光と影で、あ、そういうことなんだ。そう、線がすごい出てくるんですよ、はいはいはい、そうするとものすごいで、角度がもう360度いろんなところから見ると、これがちょっと今ちょっと白鳥に見えるんですけど、だと社長はなんかこう見るとなんか顔みたいだって言ってました。目があって鼻があってとか、人によってはちょっと見え方いろいろ変わってくると思うんですけど。はい、富山さん、ユハクに入ってからの話なんですけど、前の仕事とは違った染色をね、今染色職人として働いてもらってますけど、はい、実際どうですかね、働いて率直な感想とかでもいいんですけど。感想はすごい楽しいです。感性を使ってますって感じですね。感覚ですけど、感性は磨いていたいので、うん、そういう職場すごい楽しいですね。結構前の、ね、仕事と共通する部分も多いですもん ね、 そうですね。本当向いてるんでしょうね、だからね。で、周りの人も美大とか芸大の人も多いので、うん、みんな感性のある人たちなので、うんうんうん、刺激になるし、芸術の話とか前の職場とかでは、ね、話振っても分かんない人たちばっかあったんですけど、医学の人たちはもう芸術面にも詳しいので、あ、必ず誰か知ってるっていうか、はいはい、それもすごい楽しい、嬉しいです。続いては、アルトカのね、富浦さんが出している色についてのご質問なんですけども、はい、まずアルトカについてね、ちょっと簡単にご説明しますと、お客様が、職人が生み出した色から選んでもらって、そこから形を選んでもらって、作ってるセミオーダーシステムになってます。で、アルトカについて、説明した動画は、ちょっとこちらの動画に概要欄に貼っておきますので、ご覧いただければと思います。ということで、富浦さんが出した今出てる色ですね、はい、がこちらのアルケイという色なんですけども、はい、まずちょっとこちらの、まあ、なんでこの色を生み出したかっていうちょっと背景など聞かせていただければと思うんですけど、はい、油白はやっぱりブルーの商品人気じゃないですか、うん、一番売れてますからね。で、やっぱりいっぱいあるんですよ、やっぱり染める工房にも。で、よく目にするんですけど、なんか見ながら日常過ごしていくと、それが自分の中でこうもやもやしだすというか、うん、何かに見えてくるっていう、はいはいはい、前の職場でもなんかその靴が何かに見えてくるとか、その、はいはい、ずっと見てると何かに見えてくるんですけど、で、今回はそのやっぱブルーがなんか宇宙みたいに見えたんですよね。それで宇宙をちょっと表現してみようかなと思ってやってみました、はいはい、ちょっとこの、まあ、染める上でのことでもいいですけど、はい、ちょっとこだわりポイントと、はい、ちょっとここちょっと難しかったなってな、苦労ポイントを教えてもらえれば。この宇宙のモヤモヤが結構難しくて、うん、適当にバーってこうやればできると思うとそうじゃないんですよ、はいはいはい、適当にやったら本当に適当な感じが出るんですよ。予約の言う不完全な完全っていうんですかね、はいはい、こういかに自然な感じのモヤに見せるかっていうのがすごい難しいんですよね。それが毎回悩みますね。で、この星なんですけども、星の位置がもう黄金比の定規を自分で作って、うん、それをベースにして星を決めてるんですよ、ね、ちょっとそういうのあるんですけど、ちょっと紹介していいですか。もちろんもちろん、ぜひ。あ、それがそれあれなんだね。何これ。この中に金色の印が6つあるんですよ。で、これ6つにしてるのは、この6つで黄金比の長方形と螺旋の形が作れるという印ですね。別にこれ金色にしなくてもいいんですけど、黄色にしなかったら何て言うんですかね、ただ星があるだけなんで、ちょっと黄金比もありますよっていう意味も込めて、この6つをちょっと金色にしてます、ね、で、これがその証拠ですね。赤い部分が6つの点の一番重要、黄金比を作る上で一番重要な点で、これを、結んだり伸ばしたりすれば黄金比ができるという点ですね。あ、さっき見せたこれ、そう、螺旋もあるんで、
その上に星が乗ってるんですよね。プラス他の星もちょっと混じってるって感じですね。宇宙って不思議がめちゃめちゃいっぱい詰まってそうなんで、多分星の位置とかも何かしらの多分方程式があると思うんですよ、うん、そういう勘ですね。いやすごい。そう、それ俺は知ってましたよっていう、これ証拠ですねこれ黄金比だったんだよなんてやった時に俺知ってたよっていう、はいはい、面白い。はい、ということで今ねあるのは今説明してもらったこのある系ですけど、ちょっと今また考えてる次の色があるということ で、ね、ちょっとチラ見せでもしていただけたら、はい、まだ開発途中なんですけど、これはあの天然石というか、まあ、宝石のラピスラズリっていうのがあるんですけど、あラピスラズリから来てるんですか、はい、ラピスラズリの色使いが同じなんですよ、はいはいはい、金色があって、あで白っぽい色があってっていうのが全部そうなってます、はい、それを今完成度をもうちょっとこう宝石っぽく宝石っぽくしてあるとかで販売しようかなと思ってます、はいはい、ちょっとまた広告期待という形ですね。はい、ということで以前のねピピンさんにも聞いたんですけど、ちょっと富森さんの油白の中でのお気に入り商品を1点選んでもらいました、はい、このコード版のこのツートンカラーの方ですね、はい、YFC の方です ね、 そうですね、これの二つ折り材料ですね。なんでこれがお気に入りですか。自分はやっぱり財布といったら二つ折り財布なの で、小銭もこれあの出しやすくて、うん、でカードの行数も自分にとってはぴったり、大きさも良くて中までコード版 の、 あの革があるのもやっぱ贅沢だなと思って、うん、使ってて使いやすいですね、すごく、うん。トミルさん使ってるのはダークブラウンを使ってるってことですね。今もうすごい渋い。そうですね、味が出てガンガンエイジングしてる途中ですね。で、コードは本来はねちゃんとエイジングしていったら、まあ、最初からツヤツヤですけど、はい、さらに使っていくともっと光沢が出てくるじゃないですか。そうですね、トミルさんのエイジングした状態と新品の状態、はい、見比べるのが今ここにあると思うんで、うん、こんな感じで変わっていきますということ、うん、どんぐらい使われてます。1年ぐらいですね。あ、1年ぐらいで、まあ、じゃあこんな感じに、はい、1回だけあのコード版専用のクリーム、あ1回しか入れない、1回だけですね。あ1回しか入れない、はい、結構いらっしゃるならクリーム入れすぎて曇るっていう人が多いんで、うん、そうです、そんな入れる必要ないですもんね。そうですね、うん、あとあのお尻のポケットとかには自分は入れないんですよ、うん、それはね、カバンの傷つかないところのもう定位置に必ず入れてるので、うん、傷ついても自分で直すっていう、うん、自分で修理し放題なんで可愛、はい、がってます。自分で色とかは別に入れてないですか。色とかは入れてないですね。色とかじゃあ別に傷とかを、はいはいはい、じゃあお客さんは別に普通にこれと同じぐらい綺麗に使えるってことですね。同じですね。はい、ということで今回富森さんの紹介でした。面白い話が、ね、たくさん聞きました。いやいやいや、ちょっと緊張しちゃったんで油白でね2台声低い男が揃ったんで、はい、なかなかちょっと聞き取りづらい部分がありましたら皆さんすいませんちょっとどうにか堀さんに編集していただいていやいいですね、これでまたねあのある系でねオーダーしてもらったお客さんもそうですし、はい、少しでもやっぱり自分の持ってる商品のね、それを実際作ってる人がどういう人柄なのかって見れたら知れたらまたすごいね愛着も湧くと思うので、なんでこれを見たお客様も、あ、じゃあ富森さんの欲しいなとかね、思ってくれたらいいと思うので、ちょっと今後、あのまた職人紹介をね、やっていきたいと思いますので、はい、いや、今日は最後までありがとうございました。ありがとうございました。見てくださった皆さんもありがとうございます。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。